選手、実は初代の旧安藤選手は、ザック選手と一緒にこう対決をして、実際に負けた。もうここ数日間はほぼ入るっていう状態で、まさか本番2回も外すとはってちょっとショックですね。やっぱりまあ神様いるんだなって思いました。結果的に外してちょっと盛り上がって、まあ神様いるんだなと思って、まあもう少し人間よりも圧勝するのは先に取っとこうかなと思います。そうですね、前回対戦したときは2ポイントのエリアだったんですけど、まあ、今回は3ポイントまで打てるということで、まあ、本当に成長したと思いますし、まあ、これからはあとはもうどれだけこう動けるかが鍵になってくると思うので、やっぱそうですね、まだそうですね、僕たちの方が分があるっていうのは思います、はい、スポットシューターですね、はい。でバスケットの日本代表もオリンピックに出れることは44年ぶりに決まったので、 B リーグとかに比べるとやっぱりエンタメみたいのは今のところないので、出る枠もないですし、もちろん技術課題もあるんですけど、まあ、少なくとも来年東京でオリンピックがあるということと、バスケットの日本代表もオリンピックに出るということなので、まあゼロではないかなっていう、まあゼロに近いけどゼロではないっていう、まあスタートラインに立てたのかなって勝手に思ってます。